はい。あ、微妙なところで止めてもらった。グッド。おっそすー。カードシャーク。続き、いきます。マイクロペーサー、どうぞよろしく。さあ、前回の続き。いやー、ここのカフェがめちゃめちゃ難しかった。イカ様のやり方が全然わからんかった。ってことで、続き、ヤカタエスパリオン。ここに行きましょう。次はどんなイカ様が待ってますかな。我々はボーレガードの女男爵の館に向かっている。彼女は美しくよく笑い、馬のように息を吐く。あ怖っ。恐れる。彼女のような金持ちを見るのは初めてだろうな。圧倒されないようにしろ。不安が表に出ると我々の計画に支障が出る。もちろん我々の目的は彼女の相手をすることではなく、彼女が持つ富だ。お前が働いていたあのゴミダメで使ったトリック、何を言うとんねん。今回はさらに発展させる。布を使ってスートを知らせたことを覚えているか。ああ、付近で机拭くやつ、あれをもう少し発展させるのだ。お前は私の従者に従者を演じ、テーブルについているみんなにワインを注ぐ。私が潔癖症であることはよく知られているから、念入りにテーブルを拭いても誰も怪しまんだろう。ああ、なるほどね。確かに。普通にフキフキしてたら不自然やもんね。もし相手の一番強いスートの枚数まで分かれば、私はより大胆に戦うことができる。はあ。スペードが3枚。ってこと？スートを伝えるパターンを枚数分だけ繰り返せ。おー、なるほどね。もしクラブを2枚持っていたら、クラブは、縦じゃなかったっけ？ちゃうわ。あ？横か。こうです。違います。ん？ 2 回やったで、俺今。1、2、何が違ってん？あ、よし、今度はハートが3枚。ハートは時計回りに、3回。起点と終点がよくわからへんな。その通り、今度はスペードを4枚。グール、1、2、3。はい。あれ？あ、4枚か。ごめんごめん。間違えました。グールルったらグールル、グールグル。はい。よし、理解できてるようだな。次は私の手を盗み見るのだが、その前に今のもう一度練習するか。大丈夫です。よろしい。いやー、わからん。ダイヤが2枚あったんじゃう、今。あ、違うわ。あ、合図が間違っているぞ。一番多いスートの数だけ繰り返すんだ。もう一度、あるいはもう一度説明した方がよいか。いや、大丈夫です。見えへんのよ。黒、うん？もう一回見れない？2枚あったんちゃう？全然違うわ。はい、もう一回。スペードが。こぼしました。何をしている？自分に余計な注意を引きつけるな。いや、だってスペードが2枚やったから。1、2。はい、あ、合ってた。そうだ、そんなに難しくはないだろ。いや、難しいよ。お前が望むならもう一度やってもよいが。いや、行きましょう。よろしい。分かっていることを繰り返す必要もないしな。今日はこのくらいにして、動詞の変化の勉強の続き。何それ。だがカードをしまう前に、勝負の終盤で我々の儲けを倍増させる秘策を用意した。たった今思いついたのだがね。今晩最後のこのトリックを私はドッグイヤーカードと名付けた。あ、お前がワインを注いでいる時に、私はお前のポケットにもう一つのデッキ、
ほう。そいつを別室に持っていき、エースを見つけて角を折る。本のページに印をつけるようにな。ん？そして次にワインを注ぐ際に私がそのデッキを回収する。私の言う通りにやれば問題ない。練習してみよう。まあ、全然わからへんけど。はっ！なんか入れられたよ。それをどうすんの？どうすんの？あ、ここキングいっぱいある。いや、そういう意味じゃない？何すんの？いや、どれが入れられたカードかなんて分からへんで。え？なんとなく戦闘、バツってなった。全然分からへん。こぼしました。いや、ちゃうね。あ、エースの角を曲げるのね。ちゃんと教えんかい。はい、ありがとう。エース。ググッと。折り曲げたらバレるでしょう。大丈夫な？それでいい。ほんまに？ボルドーのボトル。かなり、下手くさ、下手くそ、いかさましみたいになってない？案ずるな。その時になればお前もこうした動きの意味を理解する。お前も分かっていない方がトリックにより説得力が生まれるというものだ。うん、確かにそれは。大丈夫？お前ちょっと不安やわ。分かった。では動詞の変化に関する勉強の続きをやるか。それなんや。いいか、私の言う通りにすれば全てうまくいく。今まで結構うまくいってなかったで。全然意味わからんかったで。まったく、ほとんど俺が頑張らなあかんからな。俺の荷が重すぎるからな。まあ伯爵、あなたが私の家にやってくるなんて、本当にあなたという人はハチドリのようにあちこちをさまよっていらっしゃるのね。私だけでは即だとでも。悲しいことですが、あなたのそばにいると救いようもないほどボケてしまう。今夜の勝負でもボケたままということかしら。楽しみなことね。いつものように煮るなり焼くなりご自由に。カードゲームがお好きなんですね。どっか行ったろ。どっか行けへんかった。じゃあ注ぎましょうか。かっけえ。うん、さっ。スペードが2枚、クローバーも2枚やったかな。さっ。どうも、ワイン注ぎすぎちゃうかな。クローバーが2枚。はい、合ってた。ウィーン。どうやって勝ってんのか教えてくれよ。やるわね伯爵、勝てると思ったのだけど。ビギナーズラックというやつですよ。カード教えただけで入れ替えたりとか別にしてへんのにさ、どうやって勝ってんの最終的に。毎回思うけど、あなたを見てると王の側近のマクレガーを思い出すわ。その名を聞いたことがあります。忙しい男で新世界に興味津々だとか。王の秘密もたくさん知ってるわよ。お聞かせください。知ってるのは私じゃないわ。12本の牛乳亭で起きた出来事についてはどうです。何それ。もう一度私に勝ったらね。なんじゃ。あ、かける。まだそういえばあれの猿っていうのを俺選んだことないけど。あ、小僧、空のボトルではワインを注げないだろう。向こうの部屋で補充してくるかい。なるほど、それで折り目をつけるのね。そんなすぐ空になります？エース、やばい、怪しまれてるぞ。早く、これ。ぐりぐりぐり。よし。入れまーす。お待たせしました。ワインお持ちしました。注ぎまーす。ハートが2枚かな。わかんねえわー。あの一瞬で。ハートが多分2枚あったと思います。よし、ウィーン。
ああ、前のやつよりはでもまだちゃんとできるから頑張ればいけるわ。やるわね伯爵、勝てると思ったのだけど。では話してもらいましょうか。12本の牛乳亭の件についてだったわね。いかにも。そうね、もうのことを話したらマクレガーが嫌がりそうだし。私の古い友人で獣師のダラミツを訪ねてみなさい。彼はあの場にいたから。12本の牛乳亭に？これ以上は言えないわ。勝負の続きをしましょう。とりあえずまだやんのか。さっだっ、スペードが2枚かな。合ってた。いや、むずいぞ、あれ。あの一瞬で見抜くのやっぱむずいぞ。そんなに動揺せんでください。綺麗なお顔が台無しです。よくもそんな。冗談ですよ。あなたはおいしさって美しい。あなたのつまらない冗談と見えすぎたお世辞を聞いたところで気分は良くならないわ。私が負けるの嫌いなことはご存知のはず。私もこれ以上あなたの失望した顔を見たくはない。あなたに負けを取り戻す機会を提供いたしましょう。あら、まだやらす？大丈夫？今度は道場、何をしようというの？残念ながら私も今夜の稼ぎを手放すことはできません。私の母が薬を必要としておりますのでね。多分嘘やろそれお前。しかしこれなんて読めたっけ。なんとか奇境だった父の形見であるこの懐中時計をかけます。売れば200は下らないはずです。ここは公平を期して私の従者にデッキをカットさせましょう。もし彼がエースを引くことができたら、あなたは私に200を払う。できなければあなたに時計を差し上げます。悪い条件ではないでしょう。むしろ寛大であると言ってもいい。大丈夫け？あなたに、あなたの相手をしたことを後悔し始めていたけれど、いいでしょう。いける？大丈夫？鬼目つけたやつで行くんかな？私が運を信じる男だということは分かっているだろう。だから深く考える必要はない。ここだと思うところでカットしてみろ。私に運があればそこにエースがあるはず。いや、あそこやろ。一瞬あそこで止まるもん。ここ。あれ？ここ。あれ？ここ。あ、いけた。よーし。やるじゃない、伯爵。まあ、文句は言えないよね。お金受け取りなさい。めっちゃ増えた。こんばんは。ご一緒できて光栄でした。またお願いしたいものですな。大丈夫け。一番今まででバレそうやったけど。いけた。これで、一通り今までやったやつ、なんかロックかかってるのがあるから、何回か行かなあかんのかな。同じとこ。うわ、またここ。でもそんな感じっぽいぞ。ここのハテナがあるから行ってみましょう。マジでここ嫌いなんやけど俺。ボルテールから連絡があってな、我々の腕に感心したらしく、また高等法院のカフェに招待してきた。今こそ我々のレパートリーを拡張しさらなるショーを展開する時だな。今回の戦術は手さばきとスペアのデッキを使ったトリックを軸にする。はあ。まずワインを注いでいる間にお前のポケットにスペアのデッキを入れる。何のゲームしてんの？そもそもスペア入れるとか言うてるけどさ。そして私は何らかの理由を作ってお前を我々の目の届かないところに移動させる。大丈夫？複製したデッキの中から私が有利になるようなカードを選んで手の中に隠す。テーブルに戻ったら自分がカードのカットをするとジェスチャーをしろ。喋れへんのにできるか？そしてその機械を使って選んだカードをデッキの上に配置するんだ。喋れないことをみんなが分かってくれたらいいけどさ。その辺の手配頼むよサンジェルマン。それがツインデッキセフトの本質。単純なトリック練習してみよう。複製したデッキをお前に渡すところから練習するか。つまり私がもう一杯ワインを飲もうとするところからだな。そんな練習すんの？
どうしました？注ぐんかい、まずは。はっ。はっ。うん。ありがとうよ。ここで私は理由を作ってお前を奥の部屋に移動させる。5人で勝負していて私が5番目だったらと想像しろ。私が有利になり相手が不利になるようなスタックを作る。ん？よし、次はローカードを4枚追加して、ハイカードが私の元に来るようにしろ。もうなんかすでに1個バツついてるけど。ロー。あ、そういうことか。ロー。それでいい。今度はそのスタックを手の中に隠す。カットの際にデッキに置けるように。普通に隠した。持ってきて。俺の操作はじゃああのカードを選ぶところだけでいいんかな。それやったら非常に今までに比べたら楽ですよ。我々が次のラウンドに移り、私がカードを配り終えたとする。何してんの？なんだこれは。同じカードが2枚あるぞ。いや、それは赤やろ。何してん？いや、そのあなたの見間違いでしょう。見間違い？私の目の前に同じカードがあるのだ。きっと印刷のミスでしょう。私がバカだと思っているが、前はイカサマした源平。そんな公式だけはご勘弁を。何を一人芝居してんだい。あ、逃げた。あ、何を見せ、おお、そっちから帰ってきた。どこで練習してんのこれ。今見た通り、新しいカードをデッキに追加するこの技は、相手が同じカードを手にした際に崩壊する。ああ、これは困ったというわけだ。どんな顔しとんねん。なぜ笑みを浮かべている。すいません、私の戦術には欠陥があった。一体どうすればよいのか。一人で何を言ってんだ、サンジェルマン。は、すごい表情してるな。これが使い物にならない技だったらそもそも教えたりはしない。要はスペアのデッキの方で勝負を続ければよいのだ。そっちは重複しているカードはない。逆に数枚カードが欠けた状態。またワインのトリックを使ってデッキを入れ替えればいい。これで不正を見破られる心配はなくなり、新たに有利なスタックを作る機会も生まれる。そして今回はカードが重複する心配もない。新しいスタックを作るためのデッキは、前回のスタックを作る際に抜いたカードが欠けた状態。え、覚えとかなあかん感じ。抜いたカードをそのデッキに戻してやり、また有利なスタックを作ればいい。いや、覚えてないです。前回で聞かれていたカード。無理だろ、覚えてなくて当然だ。そこは意識してなかっただろうからな。だが今後は最初に抜いたカードを覚えておく必要がある。忘れてしまった場合はデッキのカードを一枚一枚見て重複しているものを探すんだ。マジで？多少面倒だかな。いずれにせよ、重複しているカードを抜いたらテーブルに戻ってデッキの上に置く。私に強いカードが来るような順番でな。これは難しいぞ、多分。複製デッキ。ああ、めちゃくちゃやな、イカ様かな、もう。雑すぎひんか？発想としては、小学生でも思いつくようなことやけど、それを回避するための術が雑すぎひんか？私の助言抜きに一回通してやった方が良いと思うがどうだ。もう練習するしかないのね。良い心がけだ。では私のグラスを満たしてくれ。ああ、もうワインなんかもういっぱい注ぐようになってきたわ。で、スペードじゃない、あ、スペードジャックで、スペードの5、5、3、全部スペードにしたろ。5、3、6、4。あれ？あれ？なんかバスになってる。あ、ちょっと待って、上なんかおかしかったで。あれ？一番最後に。
ハイカードを持っていくとかそんなんじゃなかったっけ。ああもう、あ、お前の策めちゃくちゃだぞ。最初からお願いします。ん？お前どこにいた？サンジェルマンにいいカード持ってったらいいよね。最後にいいカード持ってったらいいんやろ。やから、じゃあ今回ダイヤでいこうか。ダイヤのエースで、あとはローカードでしょ。3 10 3 6 5、これでどう。3 10 6 5、これをずっと覚えとけってか。それやばいな。ダイヤやろ、ダイヤで36号。今のところ順調だな。さてこっからがトリッキーなところだ。ささ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 、でデッキ入れ替えて、抜き取ったカード3、これと、あ、ちょっと待って、リセット、ん？一番右にまだ持ってかなあかんのかな、ダイヤを。重複ガードだけでいいんかな。エースと36号やったやろ。36、あれ、あ、ほんまや、重複してる。6510、これで、いや、これは一瞬でいけるか、これめちゃめちゃ時間かかりそう。でもこれで完璧だ。重複したカードを全て抜き出して私が有利になるように並べられたようだな。これでトリックを見破られることなく次のラウンドも勝利することができる。見事に技を習得したようだな。いや、下手くそやと思うで、だいぶ。なんかもちろんもっと練習したいというのであれば構わんぞ。あ、いや、いいです、いいだろう。では到着まで好きに過ごすがいい。いやー、むずい。感じるか、馬車が石畳の上を走り始めた。つまり到着したということ。はあ、カフェ来ました。あいつらやな、いたぞ。苦手なんですこいつら。何してんのあいつら。ん？手前におばあが歩いてる。やあ、友よ、また会えて嬉しいよ。何をしてるんですか？練習してるのだ。ボルテールがボイオティア人の中に眠る最新の哲学を披露する間。何それ。前回の出来事は私に新たな世界の扉を開いた。コイントスでイカ様ができるなんて知っていたかね。あ、まず効果を人差し指と親指で挟む。そして指をスナップさせて素早く効果の向きを変え上に弾く。そこまでは普通じゃん。あー、くそ。投げた時と同じ面で効果を手に戻すのが鍵。ん？投げた時と同じ面で効果を手に戻すのが鍵。この技はステディーコインと呼ばれている。習得できると良いですな。イカ様っていうか、まあ普通に技術やね。ボンソワール、親愛なるイカ様師匠君、会えて嬉しく思う。ムシュボルテール、手紙を受け取りましたよ。一体どんなご用ですかな。前回の出来事により私はライプニッツ的楽観主義とそれに付随する滑稽さに対する興味深い皮肉を思いついた。難しい言い方するね。変な目で見る。まあ落ち着け。要は小さな実験のためにあなたたちを呼んだのだ。どんな？この中では3人の能天気な愚か者が貴殿たちに搾取されるのを待っている。何ですと？中に入ってイカ様をし彼らを破滅させてくれ。3人とも快適な生活しか知らずに生きてきた者たちだ。うん、決闘あるいは強欲によってそうした特権が失われた時にどんなことが起こるのか知りたい。まあ面白そうやけど、私たちにどんな得があると？彼らは裕福だ。そして騙すのも容易。参りましょう。いや、決めんの早いなお前。あ、ずっとコイントス、ずっと失敗してる。
ああ。ドイツ？あ、来ましたよ。神父殿、将軍、マダム。あら、色とりどりのお三人方。あなた方の今夜の相手をご紹介いたします。あら、私好みの若者だわ。手ごめにしたいわね。いやそこの若者は私の戦術に翻弄されることになるでしょうね。見ただけでわかります。さあ席に着きたまえ。白と黒のどちらがいい？何すんの？今夜私たちがするのはあなたのお好きなおままごとのチェスではなくてよ。金銭をかけてカードで勝負するの。ああ、分かっておる。話の流れでつい口が滑っただけのこと。金をかけるのですか？クリスチャンとしては気が進みませんね。神父殿、そんなことを言いながらあなたが秘密裏にお金を貯め込んでいることはみんな知っているのよ。バレてる。さあ始めましょう。こいつらをカモにするわけですね。頑張りましょう。若者、若者、あーちょっとこんぐらいバレたくはない。小僧、顔色が優れないな。コーヒーでも飲んで足を伸ばしてこい私たち遠慮することはない。勝負の前ですよ。いいんですか？いきなり立ち上がるやつ。どこ行きましょう？足を伸ばしてこいって言われたんですけど、どこまで行ったらいいんでしょうか？足伸ばしてきました。行く前にグラスにワインを注いでくれるか？そういうことはさせるんだねイカ様のためにね。はい、いただきました。で、ちょっと隠れてきまーす。で、さあこっから急がなあかん。強いカードを、あ、違う、間違えた。リセット。最後に強いカード持ってこなあかんやな、今回は。ハートでいこう。ハートの6、7、6、7、10、6715エース。 OK、 6715エース。帰ります。気分が良くなったか？なら将軍が配れるようにデッキのカットをしてやってくれ。ほんまにバレへんのけ。6715エース。それます。ああ、シャッ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 、ウィーン。で、問題はこっからや。いやはや素晴らしいラウンドでしたな。それはつまり私が勝ったということか？違います。あちらの虫は皮肉で言ってるのですよえへんでしょうね。くだらない話はやめてさっさとカードを配りなさい。いやあ、んまり行き過ぎると怖いわ。行ってやる。特訓特訓。小僧、大丈夫か？君は体があまり丈夫じゃないようだな。気分が良くなるまで休んでいろ。でも行く前にワイン注げって言うやろ。しかしこれは口当たりの良いブドウですな。おい、もっと注いでくれ。めっちゃ怪しいやんこんなやつら金かけてる勝負中にこんなに席立つやついたらもうアウトやで。6715やったっけ。エース。67、やばい。これと、6715かな、あと。何やったっけ。あ、やばい。バレる、うじゅー。この悪魔の手先め。何が起きたのだ。我々の相手はイカサマ氏だったのよ。ああ、申し訳ないが、そろそろ失礼します。逮捕されました。あら、牢獄。バレました。あんまり掛け金多くはできませんな、まだまだ。失敗してしまったな。注意してくれんと困る。我々の命がかかってるんだからな。もっと練習が必要だな。いや、お前の策があんまり良くない気がする。やあ友よ、自慢の魔法で私たちをこっから出してくれるのかな。高くついたが保釈金を払っておいた。ありがとう。君への貸しから差し引いておくよ。あ、
そういえばなんか寄付金とかやるやつあったけど、あれをもっとせなあかんのかな。あ、でもお金全然減ってないで。ちょっと一回野営地戻ってみよう。ここで確か寄付ができたのよな。それをすることでなんか進行度が変わったりすんのかな。よう若いの、今朝はちょっと変わった感じだな。古いロマンスに出てくる英雄のような暗い美しさがある。何やそれ。寄付するわ。伯爵へ170寄付すると言っていた。お前も好きな金額を決めるといい。あー、じゃあオーバー伯爵これそういうことか。伯爵より高い金額をすることでなんかちょっと顔変わったりしてる感じ。よし、伯爵より多めにしてやる。ありがとうよ、助けを必要としてる個人があってな。後のことは俺がやっておく。でもめっちゃ金なくなったで。やりすぎたかな。伯爵怒ってないですか。移動する準備はよいか。大丈夫そうですね。よし、リベンジです。逮捕されたけど帰ってきました。体調は問題ないか。しっかり集中してもらうと困るからな。うん、さっきのやつやね。前回説明したこと覚えてるか。今回の戦術は手さばきとスペアのデッキを使ったトリック。同じこと言ってる。いきます。もう大丈夫です。あの3人、今回はちょっと賭け金を少なめに見積もっていきましょう。今度はしくじるなよ。僕のせいじゃない分かっている。それでもこの怒りは消えんがな。この負け犬の見本のような連中に私たちが負けるなどと。連中を見てみろ。金を奪ってくれと言わんばかり。そうかな。こんにちは。座って早々お腹痛いですみたいな感じで立ちますけど顔色が優れないな。コーヒーでも飲んで足を伸ばしてくれ。変かな前と同じ手法やけどな。体調もっと整えてから勝負しに来いって言われへんかな。前回逮捕されてるのに同じ方法を取るやつ。さあここが一番肝心。今回は一番最後に、いいカードを持ってたらいいね。全部ダイヤでいこう。50543喜んで、50543クイーン543クイーン。まあこれをちょっと覚えとかなあかんのがしんどいな。543クイーンもうあれをちょっと読んでる余裕がないな。543クイーン。座る。でウィーンでしょ。ここまでは大丈夫なのよ。で次の掛け金が、あんまり高くしすぎると選ぶ時間が少ないからこんぐらいで543クイーン。絶対こんな方法あかんわ。怪しすぎるわ。小学生でも分かるぞこんな。おい543クイーン。お、探さなあかんやんな。5453なかった。3ないか。やばい、あった。50、あとダイヤの10、ダイヤの10とクイーン、これで OK やろ。543クイーン。帰ります。時間かかる。顔色がだいぶ良くなったな。ではこのデッキをカットしてくれ。大丈夫け。
はい。はい。これで元通り。でもこれ元通りになっただけで勝てんのか。そこは運じゃないんけ。めまいがする。心臓は止まりそうだし、財布も干上がりそうだ。虚しいわね、あなたのすべてが。うわ、まだあるか。いや、これ以上ちょっとかけるのは怖い。また足を伸ばしてくるか。また申し訳ない。来る途中に馬車が鳥にぶつかりましてな。それ以来小僧の気分が優れないのです。それは災難だったわね。散歩でもしてきなさい。でも散歩の前にワイン注ぐんでしょ。おい、見てみろ、グラスが空だぞ。何をすべきかわかるな。気分悪いんです僕。走らせますね。もうこっちはいろいろ覚えなあかんのに。あいつの方がめっちゃ楽やんけ。全責任俺やんけ。今回はじゃあスペードですね。6928エース。戻ったか。7席に着くがいい。6928エース。それを覚えとくのが一番大変。暗記ものはやめていただきたい。6928エース。ウィン。で、全部持っていかれるなんて、あなたイカ様やってるでしょ。そんなこと知らん。バカ、あなたじゃないわ、彼らよ。将軍結構アホっぽいな。同意できません、生ダム。その通り、私は彼らを観察していた。確かに変わった連中ではあるが、私の目をかいくぐって不正をすることなどできん。ごもっともですな、将軍。それでは失礼しますよ。またお会いできるの楽しみにしています。あれ、もういいの？やったぜ。でも今重複したカードが残った状態じゃない？大丈夫？素晴らしい見せ物だったよ。ありがとう。運に恵まれただけです。もうあいついつまで練習してんねん。貴殿の戦術は運を必要としないものだと思うが、それを今一度確かめてもらってもいいでしょう。あ、グランダランベール、その効果をここにいる若者に渡してくれるか。彼が3回連続で表を出したらそちらの勝ち。むずないそれ。でもどうやって。新しい技、コイントス。これが効果。いくらかけようか。10。全然やり方裏表。はっ、グッド。めっちゃ簡単。もう一度頼む。課金を倍にしてくださるなら続行。ああ、もっとかけといたらよかった。こんな簡単なやったら思って。はい、あ、微妙なところで止めてもらった。グッド。ギリギリ。危ない、魔法だな。ではもう一度。めちゃめちゃ技術あるやん。思って、ここ。はい、大丈夫。効果にどんな魔法をかけたのか知らんが、敗北は受け入れよう。いやー、もっとかけたらよかった。そろそろ失礼します。またあなたの勝ちだ。とはいえ、私はあなたたちを哀れに思う。チャンスを歪ませようとすることがその道具となる最良の方法となる。は？君はステディコインのトリックを使ったな。そうだろう。はい。この弟子にはいつも驚かされます。それも当然だな、伯爵。我々の世代はあなたたちの存在を歴史に埋もれさせてしまうだろう。ああ、こいつらとはまた合いそうな気がするな。オギー、高等法院のカフェトゥールーズ完了。完了になりましたね。ああ、いっぱい出てきてるわ。またホスピスで宿屋とかはなんか不在ってなってるけど、うん、また行くってことかな。あ、納屋にもまた行けるようになってる。はあ、納屋方もまた行きそうやな。
納屋にちょっと顔出してみるか。数時間後、よし、彼らはもうすぐ来るはず。誰？我々の今夜の対戦相手、トゥールーズでのことを覚えているか。底なしの資金を持ち金を奪ってくると言わんばかりだったあの3人。あれ、また？ああいう金のガチョウはそういるものじゃない。手放しては罰が当たるというもの。というわけでこの勝負を企画。どんな戦術いくか考えておけ。え、今から考えんの？あら、貴婦人が来ました。マダムが来ましたよ。今夜はいつもにも増してご機嫌のようね。え、だからどうだというわけではないけれど、どうせ勝つのは私だし、戦場で勝つのと同じように私はテーブルの上でも勝つ。常に進撃あるのみで引くことはない。さらにシラフであることは稀と。その自信が本物かどうか確かめさせていただきましょう。何やんの？何やるかも聞いてないぞ。10円。あ、選べんにゃ。何が何やったっけ。収集人は一番多分嫌なやつ。これボトルは？さっさっ、全然覚えられへん。多分ハート、はい、違いました。勝った。全能の神がいたわりと正義をお届けくださった。じゃあ取り返しに行こうか。一番簡単なんはどれやったっけ。これどんなんやったっけ。さまよう指先って。あ、ダイヤのキング、ダイヤのキングが見えた今。ああ、どうやってやんやったっけこれ。ちら、ダイヤのキングが多分一番強い今んとこ多分ね。でもそれをどうやって、ダイヤは前閉じか。ダイヤのキングは前に出す、確か前に出しながらポイユイーン。その薄ら笑いやめていただきたいものね、伯爵。なるほど、この納屋ではどうなんかな。今までやったやつができる的な感じなんかな。よくやったぞ。そろそろ修道行くかと思うが、あ、サロサロサロ、怖い怖い。バレたくない。ああ、もうこんな時間ですか。帰りの道も長いので失礼しますよ。ではまた次回。どうも。呆然としてる感じで座ってたよ、みんな。あ、ん？はてなってなってんのは何なんやろうな。もう一回行ったらまた変わんのかな。ここにいるやつとなんか同じ感じがする。ここをクリアしたらいけるようになるとか、そんな感じがしなくもない。ああ、じゃあ今回はこんなところにしておきましょうか。いやー、まだまだちょっと。ああ、難しいのがかなりいっぱいある気がしますけれども、頑張っていきたいと思います。それではまた、よろしくどうぞ。